皆さん、こんにちは。2017年7月28日、ロックバンドザクロマニヨンズのボーカル、河本大翔さんがバイクで転倒するという事故が発生しました。河本大翔さんは、鎖骨とあばら骨を骨折し、予定されていたライブは延期するということになりました。報道によれば、河本大翔さんが運転していたバイクで転倒事故が発生し、鎖骨とあばら骨を骨折するという重傷だそうです。そして開催予定だったライブを延期することが明らかになったということです。同バンドの公式サイトで発表されています。公式サイトではメンバー河本大翔が先日バイクより転倒し鎖骨肋骨を骨折しましたと報告されました。ただ同バンドは河本大翔さんがバイク転倒により負傷した日などは明らかにしていません。楽しみにされていた皆様、関係者各位に多大なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げますとコメントしました。河本大翔さんは1963年3月17日生まれ、岡山県岡山市の出身です。日本を代表するロックミュージシャンの一人です。1990年代に若者から絶大な支持を経たザ・ブルーハーツのボーカルを務めました。その後はザ・ハイローズなどを経て、2006年7月にザクロマニヨンズを結成しています。メンバーは真島正俊さん、小林勝さん、桐田勝司さんの構成となっています。数々のヒット曲と伝説を作り上げてきた河本大翔さんにはいろいろな噂があります。障害があるのではないかとか宗教にまつわる噂など、一般的にもファンの間でも語られている話がたくさんあります。ブルーハーツの解散理由に至っても明らかにされていないことがあるようです。河本大翔さんはミュージシャンとして第一線で長年活躍をしています。2023年には60歳を迎えます。岡山県出身の河本大翔さんは岡山大学教育学部附属小学校、岡山大学教育学部附属中学校、岡山県立岡山総産高等学校を卒業後、法政大学経済学部経済学科に進学しました。局長からするとアウトローな人生かと思いきや、しっかりと勉学にも励み音楽を続けてきたようです。中学生の時にセックスピストルズに衝撃を受けたといいます。中学校を卒業したら高校へは行かずに上京してロックンローラーになりたいということを親に言ったところ反対をされたそうです。今でこそ2つのバンドでボーカルを務めていますが、もともとボーカル志望ではありませんでした。シドビシャスの影響を受けていたためにベーシストに憧れていたとのことです。ボーカルになったきっかけは高校3年生の時でした。夏休みにボーカルが抜けた友達のハードロックバンドに誘われて加入したことが初めてのバンド体験だったようです。1985年に真島正俊さんと共にザ・ブルーハーツを結成しました。1987年にシングルリンダリンダでメジャーデビューとなりました。楽曲の良さと心に訴えかける歌詞が受けて若者の間でカリスマ的バンドへと成長をしました。ハードなロックナンバーでありながらメロディがキャッチーで歌詞が攻撃的と、今までにはない音楽スタイルを切り開いていきました。しかし1994年にザ・ブルーハーツは活動を休止して、翌年に解散を発表しています。その後ソロアルバムの発表などが計画されていましたが、契約上のトラブルで未発表に終わっています。と同時に真島正俊さんと有限会社ハッピーソングを設立しています。1997年9月に河本大翔さんと真島正俊さんで資金を出し合ってスタジオを完成させています。そして1995年には真島正俊さんに誘われてザ・ハイローズを結成しています。ザ・ハイローズでも多くの楽曲を発表し、多くの人に衝撃を与えました。数々のヒットソングをこちらのバンドでも発表しましたが、2005年に活動休止を発表しています。2006年にやはり真島正俊さんと共にザクロマニヨンズを結成しています。そもそもブルーハーツ結成時から河本大翔さんと真島正俊さんはバンド活動をする中で決して離れることはありませんでした。すでに30年以上バンド活動を共に行っています。真島正俊さんは若い頃から河本大翔さんの才能を見抜き、働く気のなかった河本大翔さんを叱咤激励し続けて活動をしてきたようです。
河本大翔さんの扱い方を唯一知っている人物と言っても良いのでしょう。河本大翔さんのバンド仲間であり、名プロデューサーと言っても過言ではありません。二人の相乗効果があって、バンドは違えどヒット曲を連発しているのだと思われます。河本大翔さんは、なかなか友達ができるタイプではないようで、唯一理解してくれた真島昌利さんの期待を裏切りたくないという一心で、共にバンド活動をやってきたということがあるようです。まさに河本大翔さんと真島昌利さんは切っても切り離せない存在であり、二人がいないと伝説の楽曲たちは生まれてこなかったと思うと奇跡的な縁とも言えます。河本大翔さんを検索すると、障害や宗教といった言葉が目につきます。まず障害ということに関してですが、河本大翔さんはテレビ出演をした時やライブなどでも寄り目にしたりベロを出したりとパフォーマンスが奇抜です。まさにアメリカのロックスターを模倣したようなパフォーマンスで、それまで日本では馴染みのなかったものでした。歌う時にも飛んだり跳ねたりと激しく動き回ります。このような状況を見た人が、なんだか普通の感じではない、もしかして何かの障害があるのではないかと思ったようです。しかし河本大翔さんはそのようなことはなく、どちらかというと頭の回転の良い人であることでも知られています。思い返せば学業はそこそこ真面目に取り組んできたことがわかりますので、大方予想はつきます。中学生の時にバンド活動に目覚めていますが、法政大学に入学していますし、多くの楽曲の作詞作曲も手掛けています。これらの事実から、障害があるということではなく、ただ単に奇抜なパフォーマンスでファンを獲得しようとする、これもある種の自己プロデュースということができるでしょう。さらに宗教ということに関してですが、河本大翔さんが関わったバンドの歌詞が社会的問題を投げかけていることも多いことから、そのようなことが言われているということもあるようです。さらに河本大翔さんは怖く見られがちですが、逆にメンタルが弱いと言われていますので、何かに頼っていないと厳しいということで、かえって歌詞が過激になるという分析もあるようです。河本大翔さんには真島昌利さんというベストパートナーがいます。一方でブルーハーツが解散した理由にメンバーだった川口淳之介さんの宗教傾倒疑惑があります。川口淳之介さんは新興宗教幸福の科学に入信してファンを勧誘するなどの騒動を起こしていたようです。そのためにブルーハーツは解散したのではないかと言われています。川口淳之介さんは1990年頃幸福の科学に入信したと言われています。ブルーハーツの活動中は公言していませんでしたが、入信以降に作詞した心の救急車、インスピレーション、宝物では信仰の影響が見て取れるそうです。そしてブルーハーツ解散時のロッキングオンジャパン 1995.7 のインタビューでは、幸福の科学との出会いがいかにすごかったか語られているインタビュー記事が残っています。そして河本大翔さんはブルーハーツ解散の理由を次の3点を挙げています。ブルーハーツというものが良くも悪くも固まってきたので、今度何かやるときにやりづらい部分が出てきたから。6枚目、スティックアウト、7枚目ダックアウトでバンドの可能性を試したら最高のものができた。同時にここが最高でここまでだという気持ちになったから。限界を感じたのは4人で集まった時の空気とかムードとしています。河本大翔さんは1980-1990年代のバンドブームを牽引したロックバンドザ・ブルーハーツのボーカリストであり、ザ・ブルーハーツ解散後は新たなバンドザ・ハイローズで10年間活動しました。前述の通り、現在は2006年に結成したザ・クロマニヨンズでファンを魅了し続けています。そんな河本大翔さんのステージパフォーマンスはかなり独特で、ファンでない人が見ると動きが異様、薬などの中毒症状、痩せすぎているけど病気などと思われることもしばしばです。歌唱中の河本大翔さんの動きの特徴を挙げてみると、動きがめちゃくちゃ激しい、飛び跳ねまくる、白目を向きながら歌う、舌や目をやけに動かす、酔ったように体を揺らすなど、このような状態の人が目の前にいれば、誰だって危ない人、おかしな人と思ってしまうのは当然かもしれません。しかし、こうした河本大翔さんの動きは完全にパフォーマンスです。
なぜなら河本大翔さんが音楽を始めるきっかけとなった1970年代の伝説的パンクロックバンドセックスピストルズをはじめ、パンクのボーカルはみんな河本大翔さんのような歌い方をしているからです。河本大翔さんは自分がかっこいいと感じたボーカリストのパフォーマンスを取り入れながら自分らしいパンクロックを表現していると考えられます。しかし、なぜテレビ出演時にそんな演技をしているのかは今のところ分かっていません。ただ河本大翔さんや長年の相棒であるマーシーこと真島昌俊さんは、若い頃から風変わりな人を装っているパンクロックを体現しているようなところがあります。それをファンでない人が見て奇怪に感じ、薬物などの噂が出ているのでしょう。河本大翔さんは痩せすぎているのは薬物中毒のせいではないかと言われることがあるようです。しかし河本大翔さんはある時期から急に痩せたのではなく、若い頃からずっと同じ痩せ型の体型です。特に河本大翔さんはパンクロッカーのファッションとして常にスキニーパンツを履いているため、余計に足が細く見え痩せすぎに見えるのだと考えられます。パンクロッカーが太ってしまうとパフォーマンスにキレがなくなるので、太らないように気をつけているのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は河本大翔さんの人となりを見てきました。河本大翔さんは歌詞で薬物を否定しています。河本大翔さんが所属していたザ・ハイローズにガタガタゴーという曲があります。この曲の作詞作曲ボーカルは真島昌俊さんで、河本大翔さんはコーラスで歌唱しています。実はこの曲の歌詞にはピー音で消されてはいるものの薬物の名前が出てきます。とはいえ、この曲は薬物を崇めるものではなく、薬物に快楽を求めるなんて退屈だ、薬物よりロックをやっている方がかっこいいということを示しています。河本大翔さんには若い頃から薬物疑惑がありますが、実際に流行っていないからこそこの年齢までルックスも体も元気なまま過ごしてこられたのだと思います。これからも日本のロックを牽引していくことでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。